おはようございます。いやー目が痒いよ、カホだよ今日はやることたくさんだから気合い入れるために動画撮りますね。まずはお決まりのヨガ、そしてそれから動画の編集に入ります。そして行けたらユニクロの素敵なお洋服を買いに行きたい、一着狙ってるのがあるので。それから花粉の薬をもう一回もらいに行けたらいいですね。そして人とのミーティングに出かけまして、そんなところかな。頑張れー。朝さ洗顔しなきゃいけないじゃない。私いつも水で洗顔して、別に泡はしないんだけど、石鹸で。でも今花粉で肌がパリンコパリンコパリンコしてて、これで水やったりしたらもっとパリンコするっていう思った時に編み出したのが、この化粧水をコットンひたひたにして拭くっていうこと。どう？不潔？ああ、もう私このコットンで何か水分を肌に与えてるのが最近一番幸せな瞬間。お化粧落とす瞬間もめっちゃ幸せ。目に入った。声ガサガサだけど気持ちいいよね。あ、これでスッキリ。どう？うるうる。で、同時にうるうるになるっていう。どう？参考になる？参考っていうか、これで不潔かな？どうしたかな。こんにちは。ヨガから帰ってきました。どう？ビフォーアフター。でもお水たくさん飲むし、内容量は何も変わってないと思うので、気持ちだけ。ね、ヨガなどはこういった栄養がよく取れたり、カロリーがそこまでないもの、吸収力がすごい上がってる状態なので、そういった良い食べ物をすぐ摂取することが大事だっていうのは、前回のおさらい、前回っていつだよって感じなんですけど。でね、私はこのヨギニフード、これはヨガに入会した時にお試しでたった3袋もらったのをちょっとずつ飲んで、これがついに最後のラスワンになってしまいました。私はね、これを買うのをね、すごい本当に悩んでてね、今ね悩んでんだけど、これは最後のチャンスというか、冷静に飲むチャンスなので、これから大事に飲んでいこうと思うんだけど、でもケチいからこれ2つに分けて半袋ずつ2回いただきたいと思います。もう1回はいつ飲むのか分かんないけど。それで今まではこの焼き肉本当に美味しい、私ね牛乳で飲んじゃってたんで、迷わず牛乳で割って飲んでたんだけど、これはなんか植物性の食べ物、食品しか使ってないものということで、それが売りなのに、私は迷わず牛乳という動物性のもので割って飲んでいました。でも美味しかったからいいんだけどね。でも今日は今後これもし買ったら豆乳で割るっていう方が、まあその植物性何がいいのかちょっとこれから調べますけど、植物性のもので統一できるからいいかなと思って、今日は買ってきたんよ豆乳。ちょっと待って、ね、豆乳見て、無調整豆乳と調整豆乳2つ買ってみたの。これで半袋1本ずつ試していこうと思うんだけどさ、まずこの2つで何が違うのかってのはよくわかんないのよね。今日はね忙しいのにね、もう私は11時から、あ、今日は2021年2月26日金曜日なんですけど、11時から、動画の編集を始めるっていう風に私自身とお約束をしていたのに、もう11時12分です。でもこれからこれを飲まなきゃいけないし、お洗濯もセットしなきゃいけません。もうすごい遅れてますあ、カロリーは無調整豆乳の方が113キロカロリー、調整豆乳が116キロカロリーなので、調整豆乳が3キロカロリー多いけども、3キロカロリーで。タンパク質は無調整の方が多い。で、脂質、炭水化物、糖質あたりは調整の方が、まあ、味付け入ってるから多いですね。で、これでいいか。どっちから飲もうって話で、多分調整の方が美味しいんだよね。何がそんなに違うのかな。私は何を頼りにこのどっちにするか決めるの。いいじゃん、そんな、もし買ってからの気分でね、決めればいいよね。じゃあ、このボトルに粉を入れていきますけど、この、鼻ジュルジュルですいません。花粉です。あ、甘いイチゴのいい香りがする。200ml 無調整でいってみましょうか。無調整豆乳 200ml を、あ、これカッティングしないとね、カッティングして
今ね、このね、ヨギニフードっていうのはね、21袋入りで基本16,500円なの、定価。1袋700円くらいするのね。でも私は入会したてだから、入会した時のヨガのポイントがあって、今6000円分くらい貯まってるから、まあ、それを使えば1箱1万円と。1万円だったら1袋500円とか。それでも相当リッチ。これ多いすぎんじゃない？あ、しかも毎回間違える。本当は飲み物を先に入れてから粉を入れないと、このようにものすごい粉が下にね、溜まるんです。だから気をつけて。これ一緒に飲んでくれる人いるのかな？ないか。ちょっとこれだけ飲んでみるかい。優しいです。あ、でもすごい大豆の味がする。嫌な人嫌なのかな。絵的にどうやって話だけど。あ、これとイチゴが織りなすハーモニー。どうなるかね。シェイクしますよ。シェイクシェイク、キーナムの騒ぎ。ベリ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 。できた。美味しいかな？味足りるかな？やっぱ粉作りすぎ、少なすぎるかな？飲んでみないとわかります。ほら、やっぱりこうやってそこに溜まっちゃうんです。失敗しました。行ってきます。このボトルを顔に近づけた瞬間、うまい。顔をボトルに近づけた瞬間、すごい豆の匂いがするようになった前より。ね、でも美味しいよ。あ、すごい豆乳デザートみたいになった。美味しい。うん。あ、買いたいね。大事に飲むので、もう半分は私はしまいますけど。あ、そう。内容物じゃなくて、なんて言うんだっけ。あ、原材料だ。原材料が100種類あるんじゃない？大豆タンパク加工食品という、ジャンルらしくて。なんかこれはね、普通のプロテインと比べると、これはしっかり食事にもなるような、しっかりカロリーもそこそこある。から、まあ、大豆も取れて、そのタンパク質取ることで多分筋肉を応援できるけど、そこそこちゃんと1食分のカロリーもありますよっていうようなもの。私は何がいいって、もうとにかくうまいっていう、飲みたくなるっていうところが好き。好き。いちごのクランチが入ってるんです。たくさんこのつぶつぶが、これが思った以上に本当にいちごで美味しいです。ということで、飲み終わりました。美味しかった。無調整でもとっても美味しかったけど、ちょっと調整豆乳に期待です。またレポートするね。さて、自分とのお約束、編集を始めましょう。編集始めます。遅くなっちゃった。11時47分遅れでさっきの豆乳のカスとかいろいろ戦いながら始めるよ。ルルンドラララヤルルンドラララ。あ、お腹すいた。もうお腹すいた。おい、行きますか？動画編集終わった。とりあえず終わった。よっしゃ、また書き出すだけ。これからミーティングに向かっていきます。ヨーヨーヨー。ただいま。ちょっと遅くなっちゃった。見て。ねえ、どう？これ、よく見て。まだタグがついてます。ユニクロ U さん。って書いてある？書いてないか。ユニクロ U さんで、私ユニクロ U のもの今日初めて買っちゃった。どうよ。ちょっと今、これ中も外も黄色だからあんまよくわかんないと思うけど。4000円くらいかな。すごい買うの迷った。でも見て、この竹感。流行りなんですね。今の流行りはこのショルダーが落ちているっていうところと、この丈感いいじゃないですか。すごい買うの迷った。でもいいじゃね、この黄色いボタン、こびないデザイン。これからの春活躍してくれるんじゃないでしょうか。本当活躍するといいな、ね、お買い物って難しいね。でも楽しいよね。これはもう一つ、今日もともと買う予定だった普通に赤のタートルネック M サイズになりました。どう、この赤いグリーンはなんか使えそうな気がしたんで買っちゃった。1枚1300円だから買っちゃった。許してくれる？うまく着こなせたら許してくれるよね。なんて感じで、ちょっと今日は人に会ってミーティングしたのがとっても嬉しかった。私は人と話すのが好き。楽しい。人に話すと勇気が湧いてきます。
落ち込む時もあるけど。いいね、黄色が最近黄色だと思うんだよね。私黄色が必要なんだと思う。これも最近買ったし、仲間黄色、黄色いもの集めとけば私の持ってるもの全部まとまるかなって思い出して、強気。なんか耳つけたらいいね、耳。私お花の柄とか柄も好きだけど、こういう色だけでやるのもいいね、楽しいね。あ、またこの緑ちゃんがおしゃれ度を上げてくれるような気がします。単色のものっていいね。あ、もっと集めたい、いろいろ欲しくなっちゃう。でも慎重におしゃれ度頑張りましょう。 Ooh, I get laughter in the rain. Walking here in here with a man of love. はい、ただいまさんと。ただいまさんと今日もリボンつけてます。ねえ見て、この口の色なかなかいいんじゃないかと思うんだよね。最近買ったメイベリンさんのこう、なんてチップっていうの、筆みたいなので塗るやつ。ちょっと秋っぽいけどね。私は秋っぽくなっちゃうんだよね、服が。春を感じたいね。春って言ったらなんだろう、なんか黄緑とかかな。いいね、いいね。黄緑の服買いに行こう、探しに行こう。さて、今日はこれからご飯食べる。なんか本当は自分との約束ではこれから編集の第3本目に入っていくところなんだけど、今日は朝からねご飯をまともに食べられてなくて、結局これの半分と豆乳1杯しか飲めていません。でこれからご飯を思い切り食べたいの。今日の献立は鍋と、朝食べられなかった目玉焼きをご飯にのっけちゃおうかななんて贅沢。でもそれでも本当にお腹が空き切ってて、これから鍋食べたら、これ温めてる、これなんだけど、あの爆食いするじゃん絶対。で今私のお腹は最高に減ってて、これはまたあのヨガの後と同じ吸収率が高まってる状態なの。そんな時に摂取すべきものは調整豆乳で試してみようと思う。どどーん、調整豆乳。じゃあこれをまたカットして、もうここら中に豆乳が飛び散りました。さっきは無調整豆乳全部入れてちょっと味薄かったから途中で止めておこうと思います。そしてお粉を、これが最後のお試し、これ私が購入しないってなったら最後の一杯になります。あ、大事なのにこぼしちゃった。これを飲んでからだったらお鍋たくさん食べてもまあいいのか。そういうことじゃないよな。お鍋をたくさん食べないためにこれを飲むっていうのがまあ普通か。はい、完了。いただきます。なんか結構溶けてないし濃い味だから豆乳足すわ。あーでも味は安いですね、調整豆乳。こっちかな。あー美味しい。うん、やっぱ牛乳にはこっちの方が近いね。うん、うん、これは一箱買いですかね。でも朝これ半袋飲んで結局5分でお腹空いたからこれを一食に置き換えられないな。置き換えたらダイエットになるかもしれないけどね。まあヨガのお姉さんたちのお話によると、これにすごいいろんな食物、食べ物、食品、作物が入ってるからお肌の調子が良くなるんだって。毎日飲むと。会員ごちそうさまでした。ありがとう、ヨギニフード。たくさん楽しませてもらった。調整豆乳美味しかったです。カメラのデータがいっぱいになったんで一時中断しましたけど豆乳美味しかったよっていう話かな。でも私は晴れてご飯にありつけるというわけです。お鍋です。お疲れ様でした。2時になっちゃった。動画の編集してました。この動画もそのうち綺麗にまとめましょうね。さてと、今日はいろんなことやって、いや充実してたな。今日ミーティング行ったこと、ミーティングがあったんだけど、それはねものすごく自分のこれから本格活動をしていくことなんだけど、めちゃくちゃ楽しみなんだよね。それがあって今日は幸せ気分だったかも。明日はどんな一日になるか。明日も結構盛りだくさん動画撮ろうかな。楽しみだね。朝スッキリ起きれるかが問題。寝よ。Good night. How's your? なんか英語で言おうと思ったけど何も浮かばなかった。おやすみ。Sweet dreams. Bye.
My love, 今回の皆さんちょっといいですか。私は先日ですね、ネットアマゾンでこれを買いました。お洗濯ホース、お風呂の残り水を洗濯機の7メートル。うちはお風呂から洗濯機までが距離が長くて、普通のホースだとお湯を使うことがしなくて、なんかうちはお風呂